こういう状況も慣れっこっちゅうわけか。牧村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。何や、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるようなど素人の殺し屋相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。おーうやっ、Woo!